しばらく目立った動きを見せなかったゴーガが。悪いよね。まずは名乗ったらどうかしら。そうね、私はミーヤ。察しの通りゴーガよ。要件は言わないでもわかるわよね。そう、あなたの命をもらいに来たの。三神の木という幸せの絶頂から、ゴーガの刃によって不幸のどん底に突き落とされる。泣いてもいいのよ。三神の木が幸せですって？笑わせないで。誰が好き好んであの男のところに嫁ぐというの？どういうこと？あなたに語ったところで何もならないわ。ちょうど苛立ってたところよ。相手をしてあげる。リベルカ！加減など無用。さあ、かかってらっしゃい。なるほど、なかなかの腕ね。とどめを刺さないの。私のこと甘やかされて育ったお姫様とでも思ってるの？そちらの狙いは分かってる。あなたにとどめを刺そうと近づいたところを狙って、あの木の陰にいる射手が弓を射る。なかなかいい策よね。つまんないの。ニブル、出てきて。どうして分かったの？失敗の許されない策にしては投入する軍勢が少なすぎるわ。それに前面に立っているのがミーヤ、あなただってこと。こう言っちゃなんだけど、あなた全く強そうに見えないもの。言ってくれるわね。そうしたいのなら止めない。受けて立つだけよ。じゃあ予定通り遠慮なくやらせてもらうとしようかね。これより先へ進むならば命の保証はしない。ハインドラのレズニックだ。ガーブルに会いたい。聞こえなかったか？それはこちらのセリフだ。ああ、力ずくでというのならば出てくるがよい。その言葉飲み込むならば今のうちだぞ。無駄口を叩くな。時間を無駄にしたくない。はあ、ならば痛い目に遭ってもらう。国を名乗るのはまだまだ先のようだな。何事だ？この声。そなたがガーブルか？そうだ。あんた。ハインドラはガセツ六人第三の将、レズニック。ハインドラは今、オイスと戦だと聞いたぜ。こんなことしてる暇があるのか？単刀直入に言おう。
ルティアル姫の持っている古代の遺物、指輪の剣だ。面白そうな話だな。ゆっくり聞こう。こっちだ。この場でよい。聞いてやってもいいが、くだらない話なら。オベロン様の特使としてオウィス城へ行ってもらいたい。指輪さえオウィスになければ、この戦は終わるはずだから。なるほど。オベロンとルティアルは恋仲だと聞いている。それは事実だ。もう一つ、オウィスを救って俺に何の得がある？オウィスが敗れれば、ランダルはさらなる力を手にし、逆らう者はいなくなる。それで構わないというのならば、この話断ってもらってもよい。どうだ？いいだろう。劣勢のオウィスに武器を売りつけるついでにルティアルに会う。だがルティアルが拒んだらどうするつもりだ？その時はまた違う手を考える。わかった。では準備をし出発しよう。一つ聞くが、このことはジェーダンは承知しているのか？いや。そうだろうな。兄さん、まさかオビス城へ？ああ、行くつもりだ。そんな、罠かもしれないのよ。罠？ええ、そうよ。ギルドの存在を、ハインドラをはじめとした列強はよく思っていない。分かっているさ。俺がおかしな動きを見せれば撃とうという腹なんだろう。分かっているのに、なぜ？あのレズニックという女はオビスを滅ぼさないためと言っていた。俺はそこに本音が透けて見えたのだ。どういうこと？ハインドラはランダルをこの世から消し去りたいのだろう。まさか。ありえぬ話ではないさ。エルドリック、お前はどう思う？俺も同じ考えだ。イーナ漬けを殺して指輪を奪え、オベロンはジェーダンからそう言われている。それにとどまらず、妹アライア、そして祖国まで奪われる。反旗を翻さぬ方がおかしい。そう思うのは当然だろう。その通り。ルティアルから指輪を受け取った後に、ハインドラランダルに牙を剥く。そうならばどちらも無事ではいられないだろう。どうした？何が心配なんだ？うん、ルティアルから受け取った指輪を。俺が指輪をかすめ取ると思ったな。それも面白いな。兄さん。おそらくレズニックの狙いはそこなのだろう。ガーブル様が指輪を盗めば、ジェーダンの目はそちらへ向くことになる。そうすれば当面オウィスの存続は約束される。ガンズバックあたりが描いた絵図ってところだな。だが問題はそれでジェーダンが収まるかどうか。どういうこと？ジェーダンがなぜここまでして強硬にオウィスを潰そうとするのか、それに気づいていない。
オベロンでさえ。俺は武器商人として何度もオイスに出入りしてるからわかるがな。じゃあ行ってくるぜ。私も。いや、今回はダメだ。おとなしく留守番してろ。でも心配するな。オイスの化けの皮剥がしてやるさ。エルドリック、留守を頼む。承知した。早かったな。ガーブルというのは思った以上に明敏な男であった。指輪をどうすると思う？奴ら武器商人はハインドラがランダルと同盟を結ぶ現状を好ましいとは思っていないだろう。どのようにすれば両国を仲違いさせられるのか、そればかりを考えているはずだ。それに、なんだ？このことはジェイダンは承知していない。そう伝えてある。餌は撒いたわけか。別れ際にさりげなく向こうから聞いてきた。だが私には奴がどうしても知りたいことがこれなのだなと感じられた。まず間違いなく奴が指輪を奪うと。ああ。ではオイス城の四方に兵を配置し、ガーブルの出入りを監視することとしよう。どうした？ガーブルたち武器商人ギルドは一国の軍隊に匹敵するほどの兵力を誇ると聞いたことがある。そこに指輪が加わればどうなるか。そのことならば問題ない。もう一つ手は打ってある。ほう。まあ楽しみにしておいてくれ。でたく本気出しやがって。しぶといやつめ。いいか、もう一度言うからよく聞いとけ。俺はもう敵じゃねえんだよ。わかったか？俺はオイスの味方なんだよ。貴様がランダルの刺客だとすでにわかっている。観念しろ。悪いけどあんた思った以上に強いからな。手加減できなくなるぜ。もう貴様の虚勢など通用しない。さあかかってこい。エルシレル、すまねえな。なんだ？俺まだ死ねないからよ、マシュリーのために。安心しろ、どうやら援軍だ。え？援軍ってどういうことだ？あら、何をなさってますの？あんた確かリオニスの。ラマダ様、ご無沙汰しております。こんなところで再会できるとは。運命とはわからないものですね。ラマダ殿、この者たちとお知り合いなのですか？エルシレールは我らリオニスの騎士の一人。カミンロは祖国を捨てリオニスに味方してくれた頼もしい男と聞いておりますわ。え？ほら見ろ、だから言ったじゃねえか。カミンロ、でかい態度取るな。だってこいつ俺を嘘つき呼ばわりしてたんだぜ。真実かどうかは別として、急に態度を変えたからといって納得できると思うのか？
すまなかった。この通りだ。俺はあんたに、あんたたちオービスの人たちに失礼なことをした。でも心を入れ替えた。それだけは信じてくれ。信じられると思うか。いや、信じてもらえないだろうな。分かってるなら本気で戦え。え？我らオビスのために死ぬ気で戦ってみろ。そして信じさせてみよう。ああ、分かった。やってやるよ。あまりの活躍にびっくりして俺に惚れたって遅いからな。やってみろ。